はい、竹島ブログの竹島昌司です。本日はですね、この灯台をねちょっとご紹介させていただきます。実は60本型のファイバー灯台、こちらは大和型の60本灯台ですね。まあ60本型のファイバーっていうのはかなり珍しいんで、ちょっとご説明させていただきます。ちょっと比べてみましょうか。このカーボンもですね、その普通のファイバーのところのペッとしてたんですが、やっぱ60本になることによって少しカーブがつきます。まあ、大和殿もちょっと変わりました。特徴的な裏側、いいですね、こうね、竹堂風な60本の貫禄。まあね、大和殿もいい感じのこう60本型の貫禄になっております。で、まあ、重さもだいぶ軽めには仕上がってると思います。まあ、気になる方はですね、直接竹島ブログの竹島昌司までご連絡していただければと思います。よろしくお願いします。